こんにちは、エルカです。消毒用のアルコール、まあこういうもんですが、これも2月半ばぐらいから全然売ってなくて、まあ、これ中身全然違うもの入ってるんですが、いろいろ調べてたら次亜塩素酸水が消毒効果があるということなんで、それを使うことにします。食塩水を電気分解すれば簡単に作れるということが分かりましたんで、実際にやってみました。よろしかったらご覧ください。電気分解装置の製作といえばちょっと大げさで難しそうに思いますが、結局電極に線つないだだけなんですね。こんな風に電極に線つないだだけなんです。それでも有効塩素濃度300から500ppm ぐらいの次亜塩素酸水1リットルを時間的には一晩かかってしまいますけれども、放っておくだけで作ることができます。最初電極にステンレスの針金やね、ここやって計量カップの上に乗せて、これで電気分解してやってたんですけども、これダメでした。あとフォークとかね、ナイフとかそんなのもやったんですが、まあステンレスやったら錆びないから多分いけるだろうと思ってやったんですが、これダメでした。やっぱりね、これ電極が溶けてきて液がだんだん茶色になって、まあ鉄分が溶けたんでしょうね。それでダメになりました。まあ、結局電極として使うには液の中に溶け込まないような炭素棒が必要です。炭素棒、これね、Amazon で買ったものこういうものがあるんですが、5本1300円やったかな。なんか意外と高いんで、直径1センチ、長さ10センチぐらいのものです。なんとかならんかなと思っていろいろ考えてたんです。それで子どもの昔ね、子どもの頃、電池分解したことがありましてね、この中あれマンガン電池、この中確か炭素棒入ってたなということを思い出しまして、100均のマンガン電池の中の炭素棒を使うことにしました。あと電源も最初はこんな風な電源装置で実験的にやってたんです。これも結構マニアックなもんなので、なんか手軽なものはないかと思って、こういう結局 USB の電源を使うことにしました。まあこれやったらね、パソコンでもいいし、まあスマホの充電器なりどなたでもお持ちやと思いますんで、そういうふうにしました。そうです、最低限の材料を言えばこの USB のコードと、それから電極の炭素棒、それとあとこの接続部分をシーリングするパテ、これはエアコンの配管パテ使いましたけど、それだけでできます。まあ、これはもう電気分解装置と言えるほどのもんでもないようなチャチなもんですが、これでも一応実用になるもんができました。まあ難しい工作もありませんのでね、まあこの中からちょっと炭素棒を出すのがちょっと面倒くさいですけど、費用も全然かかりませんので、皆さんぜひぜひお気軽にやってみてください。必要なものですが、これは USB の AC アダプターです。おそらく皆さんすでにお持ちだと思います。パソコンの USB 端子を使ってもらってもいいと思います。それから USB の充電専用コード。シルクで買いましたが、どこの100均にもあります。1本でいいんですが、試しに2種類買いました。データ用の線があると、かえって面倒なので、必ず充電専用と書いてあるものを選びます。これは単一のマンガン電池です。これも2本1組で100均にありました。これを分解して中の炭素棒を使います。炭素棒、実は Amazon で先に購入したものもあります。ちょっと高いのでこういうのもあるということだけです。この動画では使いません。そして原料となる食塩です。これは使用事業センターのプレーンの食塩です。500g 100円もしないと思います。食卓塩とかにがり入りとか博多の塩とか岩塩とかいろいろ美味しい塩はありますが、そういうものではなくてただの食塩がいいです。裏を見ると食塩相当量 99% と書いてあります。キッチンスケールです。 5g とか 10g が測れるものであれば何でもいいです。ちなみに食塩小さじ1杯で 6g なので小さじで測っても良いと思います。
コードとの接続部分の導線がむき出しのままだとよくありません。電極を水の中にドボッと浸すので導線が電極になると銅が溶け出して毒性が出てきます。接続部分を固定する意味と防水の意味でエアコンの配管パテを使います。これは安くて優れものです。これも100円程度です。裏の能書きに水中に長時間浸しても大丈夫と書いてあります。 pH の試験紙です。これは絶対必要なものではありません。出来上がった次亜塩素酸水の評価のために購入しました。有効塩素濃度試験紙です。同じ目的です。 1500ppm まで測れます。これは電気分解する時の容器です。これも100均のものですが、お手持ちのもので何でも良いと思います。電極を底に落とし込むので、ある程度深さがあった方がプラス極から出る塩素ガスが溶けやすいのではないかと思います。それで結構細長い容器にしました。ちなみにこの食塩はもっと安いものですが、食塩相当量 99.1% となっていたので、こういうものでも良いと思います。電極につなぐ USB のコードは必ず充電専用のものにします。データ通信もできるやつだと余計な線があるのでややこしいだけです。小さい方のプラグのギリギリのところを切って外側の白い外皮の部分の真ん中にカッターで切れ込みを入れて、そこから7センチくらいのところまで引き裂くように剥きます。すると中の赤い線と黒い線が剥き出しになります。さらにその赤い線と黒い線の先から5センチくらいの被覆を剥きます。カッターはあまり強く押さずに、できるだけ中の線を傷つけないようにします。別の充電コードでもやってみましたが、全く同じようにできました。単一のマンガン乾電池を分解して炭素棒を取り出します。中に二酸化マンガンの粉末が入っていて、真っ黒に汚れるのが目に見えているので、ゴム手袋をして新聞紙の上で作業します。外側のケースのプラス側のつなぎ目のあたりをペンチでつまんで、コンビーフの缶を開けるみたいに回しながら引き裂きます。一周回したら中身が出てきます。プラス極の極板を剥がします。この時マイナス極とプラス極がペンチでショートしないように気をつけます。プラス極の炭素棒が見えました。炭素棒の周りのプラスチックカバーを取ります。さらに中のボール紙のカバーを取ります。炭素棒の周りは二酸化マンガンの粉末です。割り箸か何かで炭素棒の周りの二酸化マンガンをほじくり出します。半分ぐらいほじくり出したら炭素棒を揺すればグラグラしてくるので引き抜きます。炭素棒にくっついてる周りの二酸化マンガンをできるだけ取ります。2本目も同じように分解します。2本の炭素棒を台所洗剤で丁寧に洗いました。直径8ミリで長さ6センチくらいです。これを電極にします。電極同士がくっついてショートしないように竹串を6センチくらいに切って、それぞれの炭素棒を輪ゴムで竹串に留めます。USB のコードをそれぞれの炭素棒の端にきっちりと巻きつけます。これをエアコンのパテで固定します。配管パテを少しだけ取ってミミズのように細長く伸ばします。線を巻きつけたところにパテを押さえつけながら密着させていきます。このままドボッと液につけるので隙間がないようにきっちりパテを盛り付けます。このパテは硬化しないので、炭素棒を交換するような時にも分解することができます。水に入れても変質しないので、防水もできると思います。両方の電極とも同じようにパテを盛り付けます。竹串は2本付けなくてもショートしないので1本にしました。外皮から2本の線が出ているところも防水のためにパテを盛り付けました。適当な容器に1リットルの水を入れます。もちろん水道水でいいです。精製水を使う必要は全くありません。食塩はとりあえず 10g にします。水が 1kg ですので、だいたい 1% です。小さじ1杯が 6g なので、軽く小さじ2杯でいいと思います。
別に正確にやることが目的ではないです。再現するための目安として記録しています。だいたい生理食塩水みたいなもんですね。混ぜて溶かします。電極を下の方まで沈めて USB のアダプタから電源をつなぎます。アダプタは別にパソコンでもモバイルバッテリーでも何でも構いません。ほどなくマイナス極から泡が出てきます。参考までですが、これと同じ条件で電流を測ったところ 200mA ぐらいでした。黒い線がつながっている右側の炭素棒がマイナス極で水素ガスが発生しています。水素の泡がどんどん上に上がっていきます。容器を密閉していると水素が溜まって爆発の危険があるので蓋はつけていません。赤い線がつながっている左側の炭素棒はプラス極で塩素の気体が発生していますが、塩素は水に溶けやすいので気体の泡はほとんど上がっていきません。泡が発生しているので電気分解が進んでいることがわかります。水面で匂いを嗅ぐと塩素の匂いが少しします。1時間経ちました。混ぜて有効塩素濃度を測ってみます。まだ全然濃度が上がっていません。 pH は7ぐらいです。2時間経ちました。有効塩素濃度は 50ppm と 100ppm の間か 100ppm ぐらいありそうです。 pH は7です。7というのはちょうど中性です。3時間経ちました。炭素電極が少し削れているのでしょうか、水面に細かい炭素の粉が浮いています。よくかき混ぜて有効塩素濃度を見てみます。 100ppm と 300ppm の間ぐらいでしょうか。 200ppm ということにしておきます。 pH は7です。4時間後です。有効塩素濃度は 300ppm、 pH は7です。炭素棒の下に炭素の粉が少し溜まっています。多分プラス極の塩素が発生する方の炭素棒が少しずつ痩せていってるような気がします。5時間経ちました。有効塩素濃度は300と500の間ぐらいでしょうか。 400ppm にしておきます。 pH は7のままです。6時間です。かなり有効塩素濃度は濃くなっています。 500ppm ぐらいです。pH はやはり7です。これで出来上がりとします。電源を抜きました。極場の炭素棒を見てみるとプラス極が痩せているように見えます。まあそれでもほとんど見た感じの太さは変わらないです。もちろんまだまだ使えそうです。いいか。出来上がった次亜塩素酸水はできるだけ光が当たらないように戸棚とか冷蔵庫の中にしまうとか、このようにアルミホイルで容器ごと囲んで保管します。あるいはしばらく放置して炭素の粉を沈殿させて色のついたワインボトルに上澄みを入れておけば良いと思います。アルコールなどの有機物があると有効塩素が一瞬にして反応してなくなってしまうので、詰め替えるための瓶はよく洗わないといけません。これは2本目ですが、1本目を作った後寝る前にセットして一晩放置して朝ですね、7時間後ぐらいに電気分解をやめて測定している状態です。十分な濃度になっていると思います。 pH はやはり7です。3本目は食塩水の濃度を少し下げました。小さじ1杯で約 0.6% です。時間は余分にかかりました。約8時間経って電気分解を一応終わりました。塩素濃度は 500ppm 程度だと思います。 pH が6ぐらいになりました。弱酸性です。食塩水の濃度を下げることによってゆっくりと反応が進んだので、塩素ガスが外に逃げるのが少なくなって少し酸性に傾いたのかなと考えました。本当かどうか分かりません。またコメントで教えていただければと思います。3リットルの次亜塩素酸水を作ったところで炭素棒の電極がどんな感じか見てみました。痩せているのはプラス極の方で、こっちは直径 7.8mm ぐらいです。まともなノギスがないんで分かりづらいですが、
マイナス極の方は水素が出ている方ですが、こちらはほとんど痩せていなくて8ミリぐらいです。まあ見た感じではほとんど変わりません。パテの中に水が染み込んでいないかパテを剥がして見てみます。水は全然入っておらず、導線も全く溶けていません。エアコンの配管パテで十分シールできているようです。今度はプラスマイナスを逆にしてつなごうと思います。多分100回は無理でしょうけど、あと何十回かこの電極は使えると思います。次亜塩素酸水を色物の衣類に吹きかけて退色するかどうか調べました。しばらく放置しても全く変わらず、乾いても何も変化はありませんでした。いかがでしたでしょうか。まあ、最低限の非常に簡単な装置ですので、時間はかかりますが、一晩ほっとけば勝手にできてしまうので、一応300から 500ppm ぐらいの次亜塩素酸水が、かれこれもう3日ほどでしょうかね、5リットルぐらいできました。近所の友達にも使ってもらっています。まあ、スプレーのこういう容器に入れて、まあ、厚労省も食品添加物として認めているんで、マスクとか調理器具にかけたり、もう何でもね、机とか椅子とか、まあ、ドアノブとか、まあ、そういうものとかですね、そういうのは吐いたの希釈液と違って別に後で拭き取らんでもいいし、いろんなところにスプレーしています。効果のほどなんですが、これはもう目に見えないのであまりようわからんのですけど、もう手でも何でもスプレーしてますね。まあ、これねアルコール稚語って手も荒れへんし、でちょっとなんか塩素の匂いするし、消毒できてるみたいな気がするんで、気休めかもしれませんけどね、あの手洗った上でこれかけたら消毒できたような気はします。消臭効果もあるみたいで、私のあの寝床やら枕にかけたら多少とも加齢臭が和らいだ気がします。もっと正確にいろんなところで検証してみたいと思います。あとは紫外線が当たらんようにこう、まあ、例えばこうアルミホイルで囲ってね、保管したり戸棚に保管したりして、有効塩素濃度どの程度減っていくのか、そういうのも検証してみたいです。電気分解の食塩水の濃度は 1% ぐらいでやりました。それをもっと増やしていけば電気分解の速さもだんだん速くなるんで、すぐできるんですけど、残留の食塩も多くなるんで、まあ後でその食塩が出てきたりするんでね、あんまり良くないと思います。金属にかけたりすると錆の原因にもなると思います。カビ臭いエアコンにかけたりしたら、まあ、効果あると思いますけどね、金属が錆びたりすると困るんで、まあ、配管ですね、そういうとこ錆びたりすると困るんで、ちょっと食塩が多すぎると錆がちょっと気になるので心配です。あまり薄くしても、まあ、時間がかかりすぎるので、だいたい 1% ぐらいにしてます。それで寝る前にセットして、まあ、明くる朝できてるって感じです。まあ、こういうタイマーですね、これを USB のアダプターにつけておけば、でこれで電気分解すれば日中でもある一定の時間で切れるようにできます。電源は USB ですので、もちろんこういったモバイルバッテリーでもできるわけですね。まあ、こういう形でモバイルバッテリーでもできます。まあ、注意ですけど、少量でも水素が発生してますんで、まあ、発生中はこの蓋は取っておいて、この密閉しておくとね、この中水素が溜まりますんで、爆発に注意しないといけません。あと誤解されやすいのでお断りしておきますが、次亜塩素酸水はハイターなどの除菌漂白剤とはだいぶ違います。これはキッチンハイターですが、この中には確かに次亜塩素酸ナトリウム入ってるんですが、同時に水酸化ナトリウムというものも入っています。水酸化ナトリウムはアルカリのも強アルカリですね。なんでかというと、消毒成分である次亜塩素酸というのは日持ちしないです。しかしアルカリ性にすると日持ちするんで、そうしてあります。ところが強アルカリでは体につくと、もうご存知だと思いますが、ヌルヌルしてタンパク質溶かすんですね。
目に入ったりしたら大変やし、そういう害もありますし、それどころか消毒効果自体もアルカリ性やったら弱くなります。そもそも次亜塩素酸いうのは中性から弱酸性の範囲で消毒効果が最も強くなるんで、その中性とか弱酸性で使うのが最も効果的やと思います。電気分解で作った次亜塩素酸水は中性か弱酸性です。そうやし人体への害もほとんどないようです。まあ口の中入れたらあかんかもしれませんけど、いいことづくめのようなんですが、しかし中性や酸性では次亜塩素酸はあまり長持ちしないです。例えばメーカーが作った後に在庫として保管しておいたら、だんだん次亜塩素あの有効塩素濃度が落ちてくるんです。そのためには自分で使う分をこまめに作っていけばいいと思います。作り方についても YouTube でいろいろ説明されています。私の知る限り3種類の作り方があると思います。一つはピューラックスなどの次亜塩素酸ナトリウム水溶液、これアルカリ性なんですけども、これを炭酸水で希釈して中和するという方法です。2つ目は粉末ですね、スパクリーンというプールや銭湯で消毒剤として使われているもの、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムという粉末ですが、これに水を加えると次亜塩素酸水ができます。そしてあと3つ目が私のやった方法で、食塩水に水、電流を流して電気分解する方法です。私はこの3番目の方法でやったんですが、この方法でやる装置が売っていて、それの使い方の動画はいろいろありました。ところが自作の装置でそれを詳しく説明している動画は私の調べたところではあまりなかったのでやってみました。まあ、ところがご覧のように最低限のもんで簡単に作ってやっただけですので、まあ、ほとんど実験的にやっただけということです。まあ、これをご覧になって興味を持っていただけましたら、もっと電圧をね上げてやってみるとか、こういう AC アダプターをね別のやつにしてね 12V とか電圧上げてみるとか、まあ、電極をもっと大きい炭素棒のもっと太い長いやつにしてみるとかですね、まあ、これを叩き台にして皆さんのアイデアでいろいろと改良を加えていっていただければと思います。まあ、そしてまたこういうもん作ったということで、まあ、例えばコメントなんかで教えていただいたら大変嬉しいです。私もこれ改良したり他の方法についても、まあ、粉使ってやったりする方法ですね、やってみたいと思います。今日もまた最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。時節柄皆さんコロナの予防にはくれぐれもお気をつけください。ご無事でいらっしゃいますように心よりお祈りいたします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。